未来へ向かってベルセリウムを探して、テブーム、テブームが訪れた。おい、普通にあれどこ、あ、そうか、一旦宿屋に戻ったんだ。俺は記憶を失っていたよ。普通に今日で最後かもしれないんだよな。もうお別れかもしれねえんだぞ、この世界から。ん？どこに止めた俺。毎度のことながら、どこ？ここ？ちょっとどこに止めた俺。毎度、毎度毎度のことながら、あれどこ？ちょっと待って、わかんないわかんない。ん？ここ？あ、ここか。歩いて行ったの。うろたえていたよ。うろたえ尽くしていた。これって他のとこにも行けんのかな、イグナシーとか。まあ行かねえけどな、なんもねえし誰もいねえし。なんでチェルシーが頭なの。誰にしようかな。マリでいいか。マリロー、今日はマリるぞ。ドゥドゥデンドゥデンドゥドゥデンドゥデンドゥ。さあ中層だ。イリーガルクレイ、兄ちゃん逃げるわ。逃げさせてくれ。逃げましょうと言いながら敵の真っ只中に切り込んでいく。お、上か、ここ入り口へ戻りますかって、どういうことだ、ね、何を言ってるんだアンさんは。え意味が分からない、何言ってんの、なんで中継地点だ、中層奥って。いるこれ、存在意義がこれ、なんでこんな近いところには中継地点が2つもあるのか、謎すぎ、謎すぎー。フルーツパンを食べました。そうね、このストラップシステムよりもね、普通の料理システムの方が好きだわ。誰々が作るみたいな。ストラップってあんた、そんなあんた松茸のふりかけみたいなことやめようぜ。松茸を食いてんだよこっちは。いやでも松茸のふりかけはうめえ。例えは間違えたな。松茸のふりかけは十分にうまい、香りがあるしな。むしろ松茸のふりかけの方がいいよ、リーズナブルに松茸を味わえる。まあティアマット、うるせえ。何がティアマットだ、ティアマットにかまってる暇はね。ティアマットはミュートしましょう。ブドウ、なんだよブドウ。休憩の駅とかサポートタレントアイテム、なぜラスダにブドウが置いてある。ここで生産したんだ、ラスダで栽培しました。生産者してビクトラ、ビクオリの、ただなんでこんなストリクトマテリアル、これわかるけどさ。よし、1時間か、ここまで1時間無言、1時間声を失っていたよ。これまだ続くんじゃないだろう、として気が狂う。もうすでに狂っている、もうすでに狂っているのがさらに狂う、精神が崩壊しかない。
たね。なんだこいつ、何これ、人造人間、なんだこの部屋、壁に人が埋まってる、壁に人が埋まってるっていうか、ホルマリン漬けでしょ。これって棺桶、みんな死んでるってこと、壁に人が埋まってる、この人たちはもしかして人造人、天井人なのか。あ、なるほど、自分たちをここに閉じ込めて、触るな、我が民に触れることまかりならん。お前は兵士、ビクトラ、とうとうここまで来た地上軍で、かくなる上は決着をつけてやる。どうしてくれ、もうこれ死にかけてる。そう、お前たちにも因縁の深い神の目の前でな。もう死にかけてるんだよこっちは。望むところだ。ラスダン2時間半かかる。ラスダンどう問いたい。このゲームの目的ってこう地上軍と天上軍の戦いがテーマだけどさ、やっぱいけるのね、戻んねえよ。さ、地上軍と天上軍の戦いっていうとさ、ここまで長いダンジョンはどうなのかっていうストーリーになってきて、俺の中でここまでダンジョンを長くする必要あったのかって、そこに疑問を問いかけたい。やっぱこれ4人で行くか、こうこう行く、いや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 、いや でもこれ全部使えないんだよね、残りのキャラクター。ちょっと寂しいな、全員で行きたいな、なんとかなんないこれ。8人で最後の戦闘に限り8人で行くわけにはいかないか。あ、謎ももうすぐ明らかになる。ここで準備はできたか、当たり前だ、今だ今で存在忘れちゃう、もうあまりみんなに触れられなくなってきてる。禍々しい輝きを、お前たち外に広がる大地を見たか、緑あふれ陽光をきらめく美しき世界を見ました。あれこそが天上界の真の姿だ、薄汚い地上とは比較になるまい。似たようなもんだぞ、どう違うんだよ。我が民も間もなく眠りから目覚める、天上界の本当の復活はもうすぐだ。光り輝く世界は地上に暮らすみんなのものだ。お前が作った偽物の大地なんかに独り占めはさせない。偽物呼ばわり、スタンもなかなかの右翼だ。地上の民がほざきよって、ならば型をつけようではないか。我々天上人とお前たち地上の民、どちらが滅びるべきか、この場ではっきりさせてやろう。行くぞ、ミクトラン。本当4人だけ戦うんだ。思考の天井、トータル私にお前たちごときが叶うのだ。喋るね。ミクトランレベル70、12万。光と闇を属性とするベルセリオスを操る。攻撃力も高く、状態戦。属性軽減ができないと苦戦は必至。だってよ、レンズを落とす。え、ちょっと待って、レンズを落とすんだよ。あ、そうか、持ち越しができる。最後じゃないかもしれない。レンズを落とすのはおかしいぞこれ。リーク、シャオン、ちょっと山ちゃんとウッドロがいなきゃいけないってわけ。レデュースが光れて闇か。待って、チャージをすると次のやつが当たるんだって。あ、なんだろう、空中攻撃、上に行って下に行くゲーム。こうやって一回チャージをしてたな。チャージって、前たちエリアですげえ。数を数えて。おお、いいバトルをしてる。
やりすぎた。メテオスワームだ。2番やろ。ここだ。リムロス、力を貸してくれ。どうやって発音してたの。ヒューマンビートボックス、やめてくれ。俺は逃げる。お前らも逃げろよ。自分の身は自分で守れ。さっせん、いいってことよ。おいコング、コングさっさん来る。おいうるせえな、お前うるせえな、何もできねえ。これ年さ、ハハッ、メロディーを奏でてドライボトル、ドライボトル。よし、もうはめろこいつら。はめるかはめられるかの違いがあるだけだ。そこにが、そこに正義もな悪もある。はめるかはめられるかのどちらか。いや絶対死んでねえな、これ。レンズが手に入るのおかしいだろ。連続ヒットへの跳躍。こんなのが入るってことは絶対終わりじゃねえだろ。敵のブラストをできるだけ増やさないには敵の回避率を下げる。チャージで命中率を上昇、空中で敵を攻撃などなどクリティカルヒットも有効。最後の授業か、これ。バカな天井王の。これ最後だったらウケるな。なんでラスボス倒してチュートリアルが入るの。これが我らの本当の力だ。おのれ、完全に王子。破れるものか。あ、やっぱりなんとなく分かってた。レンズ手に入るし、おい、テイクマグナスか。神の目を、マグナス、マグナス、分かっておったろうにも。グレバーと同じことをする気か。そんなことをしても結果は見えているではないか。そう、後ろから突然リオンが出て、待て、互い締めにしてこい。そんな、互い締めにしろ。下から出てきて、愚かな地上の民になど任せておけるものか。真の繁栄は思考の存在に統制されてこそもたらされるものなの。アマンダラ的思考。それはお前が神に等しい存在としてこの世に君臨するということか。余計なお世話よ。私たちにそんなものはいらない。神は人の心に自然に合わすべき存在です。全員喋るやつね、最後。俺たちの未来は俺たちが決める。そして自分の足で歩いていく。それこそが俺たちがこの世に生きる幸せであり喜びだ。お前の指図は必要ない。哲学。生意気な。神の目の真の力を思い知らせてやる。神罰を受けよう。なんだこの光は。この光は、さあそれに他のマスターたちを。他のマスター、臆してはならん。さよう、主らにはわしらがついておる。この声も聞こえてないという後ろの人。任せておけ、任せておけ。今まで培ってきたものを信じて。今までの実況。ああ、もちろん信じてるさ。お前たちのことは。酸いも甘いも共に味わったかけがえのないパートナーだしね。私たちマスターもその他の仲間も皆思いは一緒だ。そう、今度こそ全てを終わらせましょう。お、最後に入るのかな。どうしよう。さすがにコングまでわけにはいかねえか。まあ、じゃあルーティー入れるか。ただこの4人でそんな友情ねえんだよな。この4人に友情、あえてこの4人で、あえてこれで倒すってのはどうだろう。あえてここで持たざる者による、これどうすか。持たざる者による共演いいんじゃない。最後はチェルシーを使って、最後持たざる者による共演どうすか。月下を使おう。制覇、月下でいいよ。よし、あ、しまった、白鳥ダークが。ちょっと待って、
ダークをつけて。おふざけやめておく。おふざけやめます。ダークをよこせ。コング、ダークを残すなよ。よし、真面目にやるぞ。真面目にやってやるわ。ソーディアンマスターのみで、ミクトランイグゼクシブ、術に弱い。あ、じゃあフィリアいるといてよかったな。攻撃小術ともに凶悪で、光闇耐性をつけないとかなり厳しい。あ、闇耐性ついてるついてる。栄翔を始めたら全力で阻止するしかないだって。生体兵器、あ、バルクみたい。てかなんでバルクだけさ化け物になったからな。バルクに何の罪がある。なんかねえの、マシな技なんて。コガハザンしかねえの。コガレンザンってないんだな。ビーフストロガン。誰が喋った？ウッド。あ、ま、マヒケ？ちょっとこれうぜえな。これ人生全部？何これ？え、借光剣だって。コガハザン、コガハザンして借光剣を使えばなんか出るらしいよ。借光剣出るらしいよ。ちょっとマヒルな。さ、ホーリーじゃなくてパラダイつけるべき。みんな怖すぎる。怖はずなん、怖はずなん。あー、最後が出ねえ、足りねえよ。で、え、な、な、なに、思考爆エンジンって何？ちょっと待って、ねえよ。思考爆エンジンねえ、ちょ、あるの？思考爆エンジン。あ、あったあった。いやいや、え、足りなくね？足りねえ。足りねえよバカ。うわ、クリティカルが出れば一応何とかなるのかな。キャラが壊れた。可能なのかそんなの。まあ狙ってみるけど、狙ってる日が、これが原因で。これクリティカルでないと無理でしょ。足りないよこれ。お、いけた。できた。できたけど何。え、これできたらどうなの。俺あれやったよな。なんだっけ、もう忘れた。ティフィニットなんちゃら。 やったんだけど頑張って、それのみを、それのみを考えて頑張ったのに。あんまりじゃない。コガハザン、あ、本当待ってた。やったぞ。コガハザンをしていたら無意識のうちに終わっていた戦闘。終わったみたいね。もはやどこにもミクトランの気配は感じられない。テールズオブコガハザン完。私たち勝ったんですね。よし。お前何もやってねえけど、その鍛えた筋肉は使わないもん。もう安心だな。最高の曲を作れそうな気分だぜ。それじゃああとは神の目を。この揺れは
いかん。崩れようとして。ダイクロフトは効果を始めた。すぐ崩れようとするな、ラスダンは。このままでは外角ごと地上に激突する。なぜラスダンは最後に崩れようとする。なんだと、外角ごと。それじゃ元も子もないじゃない。ここまで来て意味がないわよ。そもそも何をしに来たんだっけ。もうそれも忘れてる。古賀破山をしてるうちに全ての記憶が。どうにかできないんですか。全ての記憶が失われた。かくなる上は最後の手段を取るしかないわね。何の最後の手段と。みんな話がある。神の目の前。これはとうとう別れの時が。ディムロスとディムロスが起きてしまう。事態を打開する方法が一つだけある。神の目を破壊することだ。神の目を壊してどうする。壊してもだって壊したらどうなる。今の俺たちならできる。信じろ信じろ。イクティノス。こいつだけなんか FF15 のキャラみたいだったな。最後手短に手順を説明する。ホストです。まずは我ら4本のソーディアンを神の目に突き刺すのだ。4本のソーディアンを神の目に突き刺す。てかちょっと待って、君たち1人忘れてませんか。もう1人、あいつはどこ行ったんだ。いなり寿司好きの彼は。その後我らは、いなり寿司我らのコアクリスタルと神の目を共鳴振動させる。じゃあ4本でいいってことは、じゃあなんか隠しで出てくるのかなとも思ったけど、どうやらその可能性も今切られた感じだな。だってエンディングで4本のソーディアンっていうセリフがあるんだ。それにより神の目を内部に破壊し、連鎖的に外角までも崩壊させる。あそこで死ねたのか。神の目がなくなれば外角の維持も不可能になるはずじゃ。普通に生き返るもんだとばかり思ってたけど、あそこで終わりなんだな。こうすれば地上の被害は食い止められるわ。スタンたちは我らを突き刺した後、速やかにここを退去しろ。ドラゴンボールとかさ、あれのせいで、ああいう風にいなくなってるんです。基本的に俺生き返るもんだと思ってるから、こういう風にして本当に離脱されるとむしろなんか意外に感じる。神の目が破壊される際は凄まじいエネルギーが放出される。ダイクロフト、神の目ごと吹き飛ばしてやる。吹き飛ばしてやる。ホスト、待てよ。それじゃお前たちは永遠の別れということになるぞ。そんな、ディムロス、そんな、これしか手はないの、分かってちょうだい。ていうかこの間のなんか修行みたいなところで取ってつけたような修行のシーンで別れたのは何だったんだろう。二度目の別れ。私たち、まさか最初からそう。パート3ぶり二度目の別れ。私たちの決心を鈍らせないためか。そんな、ダメだ。ダメだ。わがままを言うなお前。せっかくここまで来たのに、最後の最後でそんなのありかよ。ほら、スタン、一緒に元の世界へ帰ろう。何か他に手はあるはずだ。思ってるんだ、この大馬鹿者が。バカモン、そら雷も落とすわ。決意を鈍らせることで地上が滅びるかもしれんのだぞ。うまいぞ、意外にせえ。でも、そしてこの会話も聞こえてないもんよ。さっぱりじゃん。ソーディアンマスターとして成すべきあんまりじゃない、これ。スタン、この会話すら聞こえないって。あれだよな。では、チャリンコ漕ぎながら、私から行こう。外をイヤホン差しながら一人で通話してる人ぐらいに見えてるんだ。マリーとかから見たら。私との付き合いは短かったが、よく今まで我が王家に仕えてくれた。さあ、思えばさ、ウッドローの、ウッドローのデバイスポイントがさ、元からあったじゃん。で、なんつうかこう引き継がれたような感じだったら、あれリオンの分を引き継いでたんだな、ウッドローのやつが。今思うと感謝するぞ、イクティノス。確かにそれはちょっと納得いったわ。パンダリアに栄光をあれ。ウッドローに幸あれ。幸あれ。あなたに教えていただいたことを私は一生忘れません。お礼を申し上げますわ、クレメンテ。海王星に、フィリア、海王星に戻ってくる。
それは突き刺したと言えるの？切り裂いて。考えてみれば、あんたとも長い付き合いだったわね。今までありがとう。あとはいと。妹ができたみたいで楽しかったわ。4人ずついっぺんに行けよ。時間がないんだから。ルーティ。時間がないんだからいっぺんに行こう。もはや我が言うことはない。お前を信じている。お前を信じている。リムロスいいやつだった。こいつが主人公だと思うわ。リムロスが。リムロスこそが。ムービーにもいない。これで望みは完全に絶たれた。これしか方法はないんだな。いなり寿司の彼が。そうだ。お、アニメは気合入った。いいのだよ、スタン。いいのだ、スタン。我らは長く生きすぎた。生きすぎだ。千年も生きてる。不謹慎な言い方かもしれないけど。なんだチェルシーの顔。お前と旅ができて。あ、ルーティアニメだと可愛いな。我もだ。世話のかかる者ほど愛着が湧くというのは本当だな。アニメの質がいいな、作画が。我は思うのだ。懐かしのパート1。お前との出会い、その後の変遷を経て今に至る過程こそ、まさに一辺の運命の物語だったのかもしれない。ディスティニー、運命を紡ぐ物語。この世界の未来をお前に託す。回してくれ。レジュ一本足りない。我がマスター、スタン・エルン。一本足りない。さあ、最後の使命を果たすのだ。ディムロス。ここで回想、ここで過去編。お前は、いなり寿司の彼。あいつ今頃、化石に。マジでいねえのか。じゃあそう言ってくれよ。これ以降出現することはありませんとかさ。あれそこにもいたじゃねえか、あのショートカットに。そうだよ、ショートカットの欄にいたのは何だったんだよ。すぐ出てくると思うだろ、あそこにいて。これとか困るよね。今までいろんなゲームやアニメや漫画で死んだと思ったのに生き返ったやつが多すぎたせいで、こういう時に本当に死んだかどうか分かんねえんだよ。本当にもう本当に死にましたっていうテレポをつけてほしい。リオンは本当に死にました。いかねえな、これ。本当は仲間になるんじゃねえの？だってウッドローの、例えば何シンフォニアだったらさ、似たような技使うやつが2人いるわけよ。で、片方がいなくなってっていうのがあるんだけど、リオンを別に技オリジナルティあふれる技をあんなに持っておいて本当に抜けるのか、気になるんですよ。お兄ちゃん、朝よ。おはよう、リリス。それだけは気になるよ。お兄ちゃん、本当に起きよくなったね。いつまでもリリスに面倒はかけられないからな。勝手にすんの。それはそれで、つまんない。コントローラーを。それに、今日は特別な日だから、いつもよりも早く起きたんだよ。そっか、みんな集まるといいね。結婚式が。そうだな。何者かの結婚式が。誰と誰か。あ、そうか、スタンとルーディの結婚式か。よー、スタン、元気そうじゃねえか。コングマンこそ。こうしてまたみんなと会えて本当に嬉しいよ。こんな村の真ん前で。ウッドローさん、ヒゲを生やし始めたんですか？見せろそれを。皆が進めるのでな。見せてくれよ。どうだ、少しは似合うかな。ヒゲを見せろ。かっこいいですよ。見えねえんだ。長くなったらもっと良さそうですね。ドットだし、ですよね、向こう向いてるしわかんねえ。チェルシーは今どこに？相変わらずおじいちゃんと一緒です。おじいちゃん大事してる。弓の稽古に花嫁修行、切磋琢磨で準備万端です。切磋琢磨言えよお前。で、せっかく前振りをしたの。変わりなく。せっかくの振りを。よかったら今度はサイリルに遊びに来てほしい。ガリスもお前と会うのを楽しみにしていたぞ。ナバール、いいですね。
ノイシトットへ来たら俺様の闘技場にも顔を出すよ。そういや、そんな設定あった。相変わらずチャンピオンのままか。おい、回すな、スター。人狼かよ。俺様の強さは永久不滅だぜ。この7人で人狼を。ジョニーさん、名付け親の件は。回すぎ。よく覚えてたな。回しすぎ。女の子だったんで、俺の母親の名を贈呈したよ。きっととびっきりの美人になるぜ。フィリアは少し雰囲気変わったかな。なんだか大人っぽくなったような。そうですか。自分ではよくわかりませんけれど。MC としてのスキルを。ますます素敵です。どうも。これ何の集まりだ。あれから1年か。1年経ったら自分の家でみんなとまた会いたい。スタンさんから提案を受けた時は実現できるかどうか心配でしたけど。しかも自分家でみんな暇だったってことだな。王族だろ。平和になった証。王族2人をただ会いたいという理由で引っ張っていく。自分家までしかも。ルーティー。せめてお前もっとみんな集まりやすい場所にしろよ。新宿とかにしろよ。いや、ルーティーいるかなって。なんで自分家呼ぶんだよ。いなくないですね。どうしてそう思うんですか。だって1年前もいつの間にかいなくなってたし、あの返事だって結局うやむやだもんな。まあ、あんな女くどいたやつが悪いよ。こんな女。それで。なんだなんだ。みんなして何か企んでるみたいな。吉本新喜劇に出た俳優。結局何よ。ルーティー。どこから出てくるんだよ。どこからでもいいでしょ。まったく、あんたも情けないわね。なんで私が来ないって決めつけるわけ。それって私に失礼じゃない。勝手にスクロールされる上に早口でされる。手がつけらんねん。私にも都合ってもんがあんのよ。せっかく準備してきたってのに。え、それって早口の上に。というわけで1年前の返事に喋る。今からするわね。お集まりの皆さん、私ルーティーカトレットと横にいるスタン・エルロンは今日から一緒に旅に出ることになりました。この先どうなるか分かりませんが、今後ともよろしくお願いします。ほらスタン、あんたも挨拶。どうも。頑張ってくださいね、スタンさん、ルーティーさん。君たちの活躍を楽しみにしているよ。元気でな。困ったことがあれば俺様のところへ来い。ま、すべからくタイミングさ。お二人ともお似合いですよ。いや、これはその、なんていうか、まあ、シンスケは声を失った。前略フィリア中のシンスケは声を失った。あれから世界は復興へ向けてゆっくりと歩んでいっています。お前字がうますぎるだろ。外郭崩壊の影響は大きく、字がなん達筆すぎねえかこいつ。長い時間がかかりそうです。文字熟語も読めなかったやつがなんでこの。これからも俺たち人間はちょっとは道に迷ったりおかしいと思ってくれ。失敗したりするでしょう。この達筆ぶりを。苦しい時もくじけそうな時もあると思います。それでも俺たちは俺たちだけの力で生きていかなければなりません。未来を託されたことの責任を果たさなければと思います。頼りなくて心配でしょうが、どうかこれからもどこか遠くの空から俺たちのことを見守っててください。手紙か。リオン、リオン。そいつは土の中にいるよ。リトラ、それ全員にね。シャルティエ、いや行間、イクティノス。何ページ使ってんのこれで。クレメンテ、エビソーのブログかよ。アトワイト、行間あげすぎ。そしてリムロス、リムロス。かけがえのない友達へ、旅の空の下から。いいっすね。スタン・エルレルより。練習したんだろうな。筆ペン講座に通って終わった。
おお、猪俣イラスト、むつみのティーンだったんか。関智一だ。えっ、ドボンだったのかこいつ。あ、まあそういえば確かに途中で蹴れてた時はドモンのように聞こえなくもなかったけど、いやすげえな、すごすぎない関智一。ここまで一度も悟られることなく。いなり寿司の彼が、いやー長かったダンジョンが。まさか最後の最後にディーンとドモン、ディーンとドモンバレがここまで巧妙に隠してあると思う。ディーンのようなフィールドオブビューのようなディーンだったら二重トラップになってた。絵うめえな、むつみ。なんか首が長い絵を描いてるイメージしかなかったけど、ちゃんと絵うまい人だったんだ。首が長いだけではなかった。バトルフィールドグラフィック、とりあえずデザイン、ダンジョンを作ったやつを首にしようか。ダンジョンの量半分でいいよ。ダンジョンの量半分にして長さ半分にしたらちょうどいい。それでちょうどいいバランス。まあ戦闘は面白かったな、本当に作り込まれてて。まあ動画でほとんどその面白さは出なかったけど、戦闘はめちゃくちゃ面白かった。もっとやり込めば。そして今後は途中加入のくせにとんでもないコミュ力を発揮した今後、謎すぎるだろ今後はのコミュ力。猪俣イラストのルーティーは可愛いな。喋ると一気にクソになるけど、いやーでも俺ちょっとやっぱり、いやこれ趣味出すぎだろこれ。猪俣の趣味出すぎとんだこれ。7歳ぐらいじゃん、リオ。そして謎のルーティーリオン兄弟設定、なさすぎる。ほとんど生きてない、死んだ設定だよ。なんで兄弟にしたんだろうな、ルーティートリオ。最大の謎だよ。なんだ、なんか意味あんの、そこになんか、なんだろうな、あれ全然意味がないよね。多分スタンとリオンを親戚にしたかったから、なんとしてもルーティーとスタンが結婚するとスタンとリオンが親戚になるから、多分それをやりたかったから。こんな絡みなかったぞ、こんな絡みは全くなくて、本当にただの他人だったのが急に兄弟になって、そしてその後ずっと土に埋まったままっていう。さすが地属性だけど、だから地属性だったからよ。あれ伏線だったの、地属性だったから地面に埋まったままっていう、そういうことか。あげん、キャラクター人気投票でもするか。俺的人気投票だったら、まあ、第1位がフィリアと行きたいとこだけど、やっぱディムロスが一番好きだから、このゲームじゃ。ディムロス、フィリア、ウッドローの3人が一番だな。1、2、3。でその次にコングも、その次は誰だ、その次はいないな、あんまり。チェルシー、ディムロス、フィリア、ウッドロー、コングマン、チェルシー。ちょっとこの2人はルーティーが14位ぐらいで、スタンが、スタン、ちょっと前半のスタン好きだったけどね、スタンまあ7位ぐらいだ。ルーティー14位ぐらい。まあでもスタンは俺じゃねえからな、スタンとルーティーがくっつくのは別に、それはいいよ。
そこはまあ選ばしてほしかったな。最後俺の文句で終わった。晴れやかな空と俺の文句で幕を閉じたのであった。クリアデータのセーブを行います。新たなダンジョンにチャレンジすることができる。またロード画面でクリアデータにカーソルを合わせ三角を押すことで一部のデータを引き継いでゲーム最初から始めることができる。三角じゃあそれでちょっと見たいな。クリア特典2周目どうなんだろう。まあ定例図といえば2周目だよな。そこからさらなるやり込みがあった。本当に2周目から始めるってあるわ。クリア回数1回。いやこれだって右どう見てもさ、これ左のアイコンもう一人入るでしょ。その謎だけでも、あ、始まった。新たな冒険の扉にようこそ。はい、モンスター図鑑、フード図鑑、ディスカバリー図鑑、コレクター図鑑、マニュアルの書、ディフィニット戦記。以下のデータを引き継ぐ。図鑑用データ、料理回数、実技回数。はいはい。まあ、妥当なところだ。最後にお好みの拡張項目を設定してゲームを開始できます。一つまで設定可能。チェーンキャパ。あ、なるほどね。あ、多分1周目だからこれ1個だけか。6周したら多分6個全部ってことか。キャラクターの基本 CC 値を難易度に合わせた数値だけ増加させてプレイできます。素直にもう一周したいとはこちら、うん、移動行動では CC が減らなくなります。惑星規模の変動、敵味方のダメージ時の重力が低下、空中での連携は簡単。一人パーティープレイ、戦闘参加人数が一人、 CC が倍になる。じゃあこれとこれ合わせるともうどんぐらいになるの。倍って20、30ぐらいになるってこと。すごいな。セレクトで操作キャラ切り替えができる。ディフィニットストライクを極めたい人にも、これよくわかんない。受けるダメージが40分の1。最大チームで、取り返しがつかなくなる恐れがある。よし、取り返しつかなくしてみるわ。経験値倍とかねえの。飛ばせねえとか、ちょっと待って、飛ばせねえんだけど。経験値倍とかないんだ。経験値10倍とか欲しかったな。まあいっか、まあちょっとここまでにするか。ここからまた新たなディスティニーが。どうして俺がこんな目に。さっき世界を救ったばかりだ。君掃除のためだ、悪く思うな。歯向かうね、お前。その上級兵は鬼より怖いから、ね、セインガルドへ行きたかっただけなのに。そんな、待ってくれよ。めちゃくちゃ情けねえな、こうしてみると。あれを運んでいる時でなければこれほどの目には合わなかっただろうな。リンゴ、誰だ、物を投げたのは。このリンゴから二人の運命が始まったのであった。そして、しんすけの旅は続いていく。